こんにちは、マスマンです。ミシシッピからお送りします。今回ね、スプリングステークスってことで、僕、デビューから追いかけてるヴェルトライゼンデ、最近噛まずに言えるようになったヴェルトライゼンデがね、2020年始動ってことで、これはちょっと取り上げないかなってことで、撮ってるわけなんですけど、ホープフルステークス使ってほしくなかったんですけど、使って2着ってことで、ホープフルステークス組は正直前哨戦使わないで皐月賞に直行した方がいいんじゃないかなと思いつつですね、スプリングステークス使ってくるって感じで、ヴェルトライゼンデに関して言うとローテーション的には常に僕の希望の裏の裏を行くみたいな、ね、感じで、ハギステークスまでは良かったんですけどね、ホープフル行かないと欲しいなと思ってたら行っちゃうし、使ったからには皐月賞直行して欲しいなと思ったらスプリングステークス使っちゃうしでね、なんていうか、勝手な一ファンの望みですけども、こうはなってほしくないなっていうことを今のところやってくれてるヴェルトライゼンデです。はい、それはでもね、GA がこれでよしっていうことなんでね、どうこう言うつもりはないですけども、この動画はね、予想動画じゃないです。もうヴェルトライゼンデが、この先ね、目標の日本ダービーに向けて、こんな競馬してほしいなとか、スプリングステークスこんな競馬してほしい、皐月賞こんな競馬してほしいみたいなことをちょっとね話そうかと思ってるんですけど、スプリングステークス今回ね、メンバーが激弱ですね。ここは激弱です。はっきり言って10頭立てで1頭地方から参戦なんで、正味9頭立てだと思っていいと思いますね。9頭立てプラス円っていう馬も、これも地方馬かなんで、ただちょっとね円は別動画で言うんですけど、この馬だけちょっとね気になってるんですよね。なので、賞味9頭立てってことで、このメンバーで3着から外れるっていうのはかなりきついですね。どんな競馬であれ、足余して負けるとか、いろいろ負け方あると思うんですよね。早め先頭で押し切ろうと思ったら息切れちゃって、後ろからね中山の坂登ってきた馬がわっと押し寄せて刺されちゃうとか、あるいは、ね、逆ですよね、遡って前で粘ってる馬を捉えようと思ったけども捉えきれなくて3着とか、いろいろ負け方ってあると思うんですけど、にしてもこのメンバーだとヴェルトライゼンデは3着外したらちょっと嫌ですね。このメンバーで外さないと思いますけど、ただ1着絶対っていうことは言えないんでね、1着になるだろうなぁとは思いつつ、そして勝ってほしいなと思いつつですけど、何があっても3着は外してほしくないですね。で、ジョッキー池添騎手なんで、本番、皐月賞、この馬の場合は皐月賞やっぱり本番っていう見方なのかなと思います。コントレイルなんかはね、皐月賞直行じゃないですか。でサリオスも直行じゃないですか。あの辺は明確に皐月賞がもう日本ダービーのステップレースっていう、そんな意識なのかなと思いながら、ヴェルトライゼンデスプリングステークスから始動してきたからには皐月賞も目一の競馬というか、皐月賞をしっかり取りたい組っていうかね、ちょっとなんかこうローテーションで、その皐月賞に対する本気度みたいなのがなんか分かる気がして、別にサリオスとコントレイルがね皐月賞を軽視しているわけではないでしょうけども、本気で取りたいのは日本ダービーってことですよね。皐月賞別に2着でも3着でもいいからダービー取れればいいみたいなね、3冠目指してるっていうか、なんかもう皐月賞のバリューがちょっとね最近下がってるような気がするんですけど、それは馬使う側のね、問題じゃないですよね。取りたいのはダービーなんで、そのプレップレースとしての皐月賞っていう捉え方をするのは勝手なんで、問題があると、すればね、皐月賞のバリューが下がってしまっているっていう、この状態を真似ている JRA 側かなって気もしますよね。賞金上げるとか、執行時期を、1週間前倒すとか後にするとかね、何かしらしないと、ホープフルステークス組はもう皐月賞を完全にダービーの踏み台にするっていう、このローテ変わらないと思うんですよ。そしてこの馬やっぱドリームジャーニーさん食ってるのがやっぱね、もう応援している、ただほぼほぼ一つの理由なんですよね。この馬がディープインパクトさん食だったら僕全然応援してないですね。やっぱドリジャーさん食っていうのが本当に魅力的で、この年のドリームジャーニーさん食ってのは3頭しかいないんですよね。7頭につけて3頭なんですよね。これドリームジャーベルトライゼンデの別動画でやってるんですけど、ちょっと事故が種付け中のね事故というか事情があって7頭にしかつかなかったで、うち生まれたのが何頭か分かんないけど、競走馬登録してるのが3頭で、
3の3なんですよね。他の2頭も勝ち上がってて、3頭 JRA 登録して3頭新馬勝ち上がるっていうね、驚異の勝ち上がり率、2015年の種付け16の種付けか17生まれて18違うか17の種付け18生まれて19 20 2000、そうですね、この年はドリームジャーニー3区、勝ち上がり率 100% ってことでね、あのシュボバって面白いですよね。あのドリームジャーニーって正直言って一時期もう完全に忘れ去られた存在になりましたよね。弟のオルフェーブルのね、やっぱりインパクトがすごいじゃないですか。ドリームジャーニーだって朝日杯フューチュリティステークス勝って有馬記念勝ってっていうね、素晴らしい名馬なんですけど、オルフェーブルね、本当あっちのインパクトすごすぎて、本当にこうなんかかわいそうなお兄ちゃんっていう感じでひっそりとプライベート扱いになってますけど、ここに来て3区ねガーンとね、なんでしょうねこれね、もちろんお母さんマンデラっていうねスーパーな繁殖牝馬つけてるっていうのはあるんですけど、もっと言ったらなんでこのスーパーな繁殖牝馬マンデラをねドリームジャーニーにつけたんだっていうね、このなんか配合の意図みたいなのをなんか知りたいですよね。そのなんか配合の決定権を持ってる方はどなたか知らないですけど、なんか獣医さんかあるいは代表の方か知らないですけど、なんでマンデラをドリームジャーニーに行ったのかっていう、そういうなんかYouTube かなんかでそういう動画なんかアップしてくんないかなって感じですよね。なんでドリジャー行ったんだっていうのはすっごい気になってますね。でサリオスがおそらくダミアン・レイン騎手が騎乗不可ですよね、オーストラリアがオーストラリア国籍の人間出国禁止措置取りましたから、ジョッキー厳しいですよね。サリオス陣営今からブッキング予定していた外国人ジョッキー全部乗れないとなると、さてじゃあ JRA 所属のジョッキーの中で誰の線路って言ってね、豊かジョッキーも埋まってるしね、でルメール騎士も決まってるでしょうし、今からっていうとね結構大変かなっていう、ちょっと今年の2020年のクラシックはいろんな外的要因でちょっとプチハプニングがありそうで面白いですよね。で僕はやっぱりサリオス今のところ本命ですけども、まあベルトライゼンでね、池添ジョッキーは本番でガチ強いジョッキーですから、僕はもう池添ジョッキーからムーア騎士とか本当やめてほしいです。あんま変わんないですあんま変わんないっつうか、ムーア騎手正直 JRA で最近ちょっとうーんじゃないですか。僕全然池添騎手だったら本当勝負強いんで、その外国籍のジョッキーに変える理由ってあんま見当たらない気がするんですよね。勝ちゃいいわけですから。なのでベルトライゼンでは池添ジョッキーね、本番皐月賞までブッキング済んでるんだったら一安心ですよね。ダービーまでブッキング済んでるんだったら本当もう太鼓判だし、ジョッキーはいいジョッキーブッキングできてると思うんで、あとはしっかりとまあ体調きっちりね、整えて、まずはスプリングステークス、これ絶対勝ってほしい。そして皐月賞、まずここで一発サリオスとこの辺コントレイルとガチで渡り合える馬なんだってところをね見せてほしい。で日本ダービーですよね、日本ダービーで予想動画でベルトライゼンでって僕は言いたいですよね。はい、ということで、今回はミシッピ、今日デイ6かな、6日目なんですけど、めっちゃ暖かいです。今日はおー3月19日ですけど気温26度ぐらいありますね。82度とか83度ぐらいですね。めっちゃ暖かくて、ただコロナの影響で飲食店閉まってるか、もう店内の飲食禁止ですね。あのトゥーゴーだけ、あのお持ち帰りだけって感じで、じわっとコロナの影響を感じつつですね、にしても暖かいんでもう半袖で、あのちょっとこれ釣りばっかりやってるんでね、あのじわっと日焼けしましたって感じですね。はい、ということで次ね、円のね、円ってねタビストック産区なんですよ、ニュージーランド産の。これ半年生まれ遅いですから、南半球産なんで、正直クラシックかなり分が悪いですけど、前走の共同通信杯の競馬がねちょっと面白かったんで、円っていう馬の動画撮ろうと思います。